にちは。どんな難病にも打ち勝て、医者チャンネルこと医者です。5月8日は母の日でした。まあ、母に感謝しありがとうという気持ちですね。これはあくまでも私の思いです。人は皆一人では生きていけないもの、特に私たちのような難病障害を持つ者は、日頃より家族親戚友人知人、そして同級生といろんな方にたくさんお世話になっていると思っております。今日は特に家族の中でも妻に対しての思いを込めてこの歌を歌ってみたいと思います。芦屋雅之さんのコップ酒です。聴いてください。手塩にかけた娘も嫁ぎ、ぽっかり空いた心の中に、なみなみ注ぐコップ酒、背中で年がわかるような少し苦労もしたけれど、俺の人生悔いはない。長い会社勤めやったな母さん、これからも手を取り合って歩いていこうな、頼みますぜ。一つや二つ色恋あった思い出語る年でもないが、この手に包むコップ酒、油をかけば胸元そっと日暮れの風が吹く、俺の人生悔いありがとうございました。じゃあまた。